どうも、タバタブラザーズでです。です。本日 YouTube のコメントでも頂い,いてた今年の大阪桐蔭が負けちゃいましたよね30連勝ぐらい近畿大会決勝戦で智弁和歌山高校に負けてしまったんですけどもそれの大体の自分の見解というのは動画で出させてもらったんですけどもコメントの方でタバスさんたちの代の 負けた試合についいてて話してくださいっていうことだったのでその動画をねちょっと撮りたいなと思うんですけども僕たちの第2012年僕の3年生のほんまちょうど10年前ですよね今2022年なんで10年前のお話と思って聞いてくださいまあ10年前の記憶なんでほんまに曖昧やしあの間違ったこと言ってるかもしれないんですけども まあもしね、僕のチャンネル登録してくれてる人って同世代が多いので、まあちょっと懐かしいような気持ちに浸ってもらって、話を聞いてもらえたらなと思います。まずはですね、僕たちの第2012年、負けた試合というのが、自分たちの第になって2試合だけです。2回負けました。だから今のね、2022年世代の子たちの大阪桐蔭は、今1回だけ負けてるので、僕たちより負けてないんですよね。 僕たちは負けを2回経験しました練習試合とか、えー、公式戦とか含めて2回ですその2回のうちのまずまあ1試合目、えー、もう順番通りね話していきたいと思うんですけども秋の近畿大会準々決勝バーサス天理高校ですこの試合がね、えー、初の敗北ということになったんですけども、まあ、この試合をこの動画では振り返っていきたいんですけども,もまず 金畿大会秋の準々決勝ということは勝てばね甲子園確定なんですよ天理高校は奈良の2位とかやったんかな多分1位が奈良智弁で僕たちの代は奈良智弁がすごい強くてて2位が多分天理高校やったと思うんですけど僕たちの1試合目がコールドで勝ちましてで2試合目が準々決勝の天理高校やったんですけども準々決勝で負けてしまうとそこからはもう 抽選みたいな感じなんで高野連たちの有力校の話し合いみたいになるんですよ近畿大会ベスト4が確定なのでここはどうしても勝ちたい一戦だったんです負けてしまったっていう感じの試合なんですけどもね、えっと、まずまあほんまにねあの自慢ではないんですけどもこの試合僕あの僕打ちします僕の記憶では5打数4安打ツー2ベース2本とかかな 僕を打ちして打点もなんかほんま自分の中ではほぼ俺入れたんちゃうかぐらいのレベルで打ったんですけどもスコア8対4で負けてしまいましたあのー、まあ完敗ですよねうーんまあでもね僕ほんまに何も考えないと言いますけどもあんま負けた気しないんですよね自分を打ったっていうのもあるんでなんで負けたみたいな僕からすると藤浪のせいやんってなってるんですけどまあそれはね今やから言えることで その当初の気持ちでは全然言えないんですけども8対4なんでも,うもちろんこちらは藤浪が先発して投げててだから藤浪が8点取られたんですよ多分一応系投して澤田投手ってあのスコア見直した書いてましたけども僕のイメージでは多分藤浪が8失点したようなイメージですなのでまあ秋の段階で150キロは余裕で投げてました藤浪投手も天理高校が強かったんですよ僕らは4点取りました ややれることはやったつもりですで天理高校のエース当時は今大阪ガスのね僕も今も進行ありますけども中谷投手っていうね左投手で今も社会人でやられてるんですごい素質ある投手だったんですけども5回で降板したんですよ5回で3得点でエースを降板攻略はできたんじゃないかなぐらいのレベルですねいい投手やったしって感じの展開でまあどちらかといえば試合展開で言うと 序盤は大阪桐蔭が優勢でした。終盤にね、藤波が捕まりました。珍しいパターンです。序盤、僕たちがガーンって点入れて追いつかれて、どちらかというと序盤の戦いで言った大阪桐蔭の勝ち。終盤はもう明らかに点理っていう感じだったんですけどもで、まあ僕たちのその選手の気持ちとしましては、かなりね、あの、どちらかというと空回ったというか、 まあ秋の段階で初めて負けるんって結構珍しくなくて今のね2022年が強すぎるだけなんですけども夏ね決勝戦で2011年の僕たちの先輩の代の決勝戦でかなり悔しい思いをしました最後がねさよならデッドボールっていうね記憶にまあ今でも覚えてます僕もベンチ入ってたんでんかなり悔しい思いをしてそこからね必ず春野が選抜出るぞということでやってたんで 負けた時のショックはかなり大きかったですね、天理高校に。空回りしたっていうのが一番なかなと思いますね。あとは、絶対負けられへんっていう、そのプレッシャーが、やっぱすごかったんじゃないかなって思います、今やからね、思うんですけどね。藤波もね、最後、ホームラン打たれて、満塁ホームランになったんちゃうかな、僕の記憶では。もう、手も足も出ません、みたいな感じで。 まあ試合の決め手となったのは、まあ、やっぱり5回でエースを降板してくれたんですけども、そこから、ね、スイッチした投手、あの右の投手なんですけども、その投手に抑えられたんですよね、大阪桐蔭は後半戦。なので、そこで何もできなかった、手も足も出なかったっていうのが、かなり響きましたねちなみに僕は打ちましたけど、の他の子たちが対応でききれなかったっていうのがね、一番。 印象的な試合でしたねもうここで負けてしまうってことに関してはまず春の選抜出れるか出れられへんかっていうやばいんじゃんっていうのもありますしほんであの冬錬始まるやんっていう一番いいのは近畿優勝してそっから神宮大会行くんですけどもそれを2つ踏まえることによって冬錬の期間がやっぱできるだけね短縮されるんですよほんまにビビたるもんですけどもその差がねすごい大きいんですよ なので、近畿準々決勝で負けてしまって、もし甲子園出られへんってなったら、もう終わりです。僕たちの代はね、大阪大会優勝してて、あの近畿大会1回戦でコールド勝ちしまして、そこがまあ一応評価されて、甲子園無事出場できること,ということになったんですけどもね、まあ、1回目の負けは、チームも全然出来上がってなかったですし、かなり力不足を感じた負けでした。あ俺らっっててそんな強な強いなって 思わされたような試合でまあここから冬レーンに入っていくんですけども、まあ、甲子園出るって分かっとったんで甲子園このままじゃほんまに恥ずかしい思いすんぞっていう気持ちで練習してたような思い出ですなのでこの秋の負けっていうのは冬の練習にいやでもモチベーションが上がるというか秋の負けっていうのは夏決勝戦で負けてるので結構早いスパンであるんですよもう2ヶ月後にまた負けるみたいな。 感じの気持ちやったんで僕はまあ多分夏ベンチ入ってた子たちまあ僕とか藤浪とかえ当時のキャプテン水本とか沢田もなんですけど4人ぐらいは上の世代からベンチ入れてもらってたんでもうかなりねショックがでかかったですねえまた負けたやんみたいななんで負けるんやろうなっていうところからスタートした僕たちの新チームでしたね まあでそこからはね、まあ、皆さんもご存知春の大会は選抜優勝できたりだとかしたりしたんですけども、まだここでね、天理のリベンジっていうのは果たせてません、この物語は夏の甲子園準々決勝ぐらいでね、天理と試合して勝利するっていうところでね、いいオチがつく物語なんですけども、まあ、そちらの方はね、多分 YouTube とかに載ってると思うんで、またそっちも見てもらって、まあ、そんな感じでした、天理戦の負けは。うーん コメントでね、今回、負けた試合を振り返ってくださいと言っていただいたので、で今回はこういう動画になりました。まあ、懐かしいなっていうのとね、あの当時の気持ち、そして今負けた子たち、大阪桐蔭って負けて強くなるからね、うん、かなり悔しいと思う、いくら追い込み期間、自分たちの体がしんどいって言われようとも、負けは負けなんでね、どんな大会でも、どんな練習試合でも、かなり悔しいと思います。 今回は僕たちの世代2012年約10年前の話で1年間通して2回負けたうちの1試合を今回はお話しさせてもらいました最後までご視聴いただきありがとうございました